新エンジョイ結果発表。イエーイ。いろいろありましたね。いやー、オーディション動画配信されて、ありがとうございます。見た。いやね、で、まあ、そのオーディション動画、はい、コメント皆さんありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。あの皆さんちょっとか見させてもらいましたけど、真央さん、真央さんですよね。キャバクラで染めてらっしゃる二十歳のあの方もおもろいなって。まあ確かにあっちっていうのが、あ、確かに確かに。ボタちゃん今日なんか 2,3 回しか見てない。1本いっとく？あっちあっちあっち、なんて言うんだろう、愛くるしさあるじゃないですか。まあ確かに、でやし、エピソードいっぱいあったしな。キャラもキャラが濃いじゃないですか。僕いいなっていうふうに思ってたんですけど。真央さん、はい、誰が良かったですか？これゆうきくんですね。あ真似してますもんね。モノマネしてはったんで。全然ちゃうけどな。全然似てへんけど。本人曰く全然違えよ。あが全く漢字読まれへん。これなんて読む？これ激熱っすね。これ熱いらしいんで。いやでもあの子でもいい子なんですよ、めっちゃ。いやそうですよ、なんか僕も面接で、あ、面接で、まあ、なんかちょっとだけ話したんですけど、はい、すっごいなんかいろいろ頑張ってはったんで。だから多分めちゃめちゃ用意したやろうなっていう、うん、だすごい好きなんですけどね。男性やったら誰、女性やったら誰とかあります？男性やったらゆうきくんで、はい、女性やったらまあみききさんかな。みききちゃん、僕は男性やったらジャンジャンと。いや僕らあんまパチンコ言ってくるし、まあ、もうエンジョイ勢じゃないですか。確かにもうエンジョイしかしてない。ガチガチじゃないですか。まあ、でもほんまあれはほんま知らんことばっかりやったから、うん、なんで素直にすげえなと思って。そうですね。で女性やったらさっき見てたんですけど、まあすまん、はい、かなっていうふうに思います。何これ今回は何ですか、動画を見て、はい、僕らまだ結果知らないんで、見て何も知らないですね。その誰だ、どんな用意されてるんですよね。あ、あ、インタビュー動画があるみたいですね、うん。インタビュー動画を見て僕らも予想する感じ。あと誰が受かったかを予想するみたいな。全く把握してないで、僕2人は、うん、全然分からない。来いって言われて来て、出ろって言われて出てるだけですから。急にこのセットやから。いやびっくりしました。もう本格的やからね。はい、じゃあ早速いきますか。はい、じゃあ Q のあれ2人同時にやりますか。じゃあ VTR Q。 嬉しいです。 T シャツいただいたんですけど、やっと仲間に入れていただいたんだなっていうのがあるので、これから、まあ、憧れの磯丸さんとよしきさんに会えるのがすごい楽しみです。はい、バイト明けのすごい顔で、まあ、それで受かるのがすごい不安だったんですよね。通って嬉しいです。もう率直に、あ、本当にパチンコパチスロが好きな方が集まってるんだなっていうのは感じて、ぜひとも一緒に本当にやりたいなっていうのが固まりました。終わりました。いや、痩せなきゃなっていうのは思ってて、これ YouTube でダンス痩せるってのがあったんで、家で踊ってみようかなと思ってます。単純な動きなんですよ。なんかもうエロビアこういう感じなんですよね。壊したウエンツっていうのを言われました。コメントでもいただいたんですけど、すごい崩れたウエンツっていうのを言われました。スロットとパチンコの楽しさをより伝えられるような演者になろうと思ってますので、よろしくお願いします。男っぽいっすよね。うん、確かに、まあ、男っぽい。男っぽいっすね。これはまあ男でしょ。女が来ると思ってたんですけど、もうずっと女待っちゃった。だって僕ら募集かけてた時ってなんかあるじゃないですか、花が欲しいみたいな。はいはい、じゃあせーのバン。これは愛でゆうきくん。愛でゆうきくん。僕はジャンジャンくんっす。会いたいなっていう。いや、まあまあ私、まあジャンジャンくんは確かに、やっぱ結構当てにいってるんですけど、うん、評価とめっちゃ良かったじゃないですか。確かにね。当てにいってるんですけど、評価、知識が本当にすごかったんで、はい、僕も勉強になりましたし、で頑張ってほしいっていう気持ちで、なるほど、ゆうきくんじゃなくてジャンジャン君にしました。
組んだけどうせお湯かけ直してるすごないそんなことなる勇気大なり運になってる、はい、大なり小なりですけどねそれ小なりですさあもう純粋に愛これはもう愛でもう会いたいなっていうあ、はい、あ一発見てへんわって言って一発パチンバカな見てへんわちゃんとにバカにしとるかなと思って確かになるほどなはいあえおマジで本人が来てるそうです何も聞いてへんねんけどえもうちょっと褒めといたらよかったんちゃいますお互いどっち来てもいい聞こえてんのこれ他にもいらっしゃいますけどね確かにいただいてもいいですかはいご一緒に読めばいいですかじゃあどっから来るんですか多分後ろこれこっちからかなえ、はい、じゃあ支援者の方入ってきてくださいピンって言ったよろしくお願いしますあーおーあーおー当たってた当たってた僕は予想しましたよありがとうございますいやいやありがとうございますすごいあそんなに来てたんですよ約1000人の知らんかったです選ばれた人々とすごい1000分の1よ1000分の1の積もったな順調な感じですすごいな簡単にまず、はいまあ、好きな機種とか聞きますもうで僕のイメージだと結構パチンコのイメージなんですそうですね僕パチンコが多いですあ間違いなくもともと落ちたもんねそうですね、うん僕ら知らんことばっかり言ってましたもんね、いやほんまになんであんま知ってんのメーカーの人なんかなって週7で売ってますからねあすごい週7でも好きな機種は結局何なんですか海が王道なんですけどやっぱ王道ですね王道ですね僕ら一回あります売ったことあります動画で俺めっちゃ売ってる売ってましたよね見ました見ました見てくれた、はい、売ってましたブラック売ってました3回ぐらいブラックブラックいやブラックじゃない見てへんやんほんまにブラック打ってましたって打ったかあの俺のフォーですよね俺の携帯には多分上がってきてないっすねそれ上がってきてないっすわ上がってきてるわけない俺の携帯には多分アップロードされてないフォーブラッククリスタルモードがめっちゃ多いやつへぇ、海なんだでスロットはどうですかスロットの中でいやスロットの僕ずっとパチンコだったんですけど、はい、きっかけが僕磯丸さんなんですよ、ね、あそれ良くないやつだそうなんですか一番良くないやつこれ結構お客さんになんか言ってくれる方いらっしゃるんですよ、はい、あの見てスロット始めましたってでその方に絶対言うのが大事にしろお金はっていうのはやっぱり伝えてますなんか僕めっちゃ突っ込んじゃうんですよねダメだ例だ負けてるんすよ典型的だこれダメだ例だ僕の人はもうこちらなんでああそれはもうありがとうございますジャンジャンに向けて先輩としてのアドバイスいただきたいですまあモラルは守れよっていうのは僕はってか自分自身に僕は言い聞かせてるんですけど例えばポイ捨て一つ当たり前ですよねこれは人間として当たり前のことをちゃんとやれよっていうのは思ってますあとまあ壁に耳あり障子に目ありどこで誰が見てるか分かんないなるほどタッションしたらすぐバレますすぐバレいや分かんないですけどねそんなことないですけどどこで見てるか分かんないからねまあまあ分かんないですけど僕から聞いてもいいですかおもちろんもちろんあのやっぱ最初に伊沢丸さんがいらっしゃって、はいはい、やっぱ後から入られたじゃないですかやっぱそのどんな気持ちで入ったのかなって僕も王道の2人の大先輩がいる中入るわけでどんな気持ちどんな気持ちやっぱ先陣切った方の後に入るってどんな気持ちだったのかなと思ってまあまあでもいやーでもどうなんやめちゃめちゃバチバチでしたよね僕ら最初いやもうめっちゃもう確かにバチバチもバチバチでしたよねでも何回殴り合ったか分かんないですもんね攻めてるベクトルが違うんで、うんあんまり用といいみたいな感じだからそのハイダイナってもらったらいいかなって感じあ中間ハイブリッドハイブリッ ドシステムで難しいポジションですねこれは俺のアドバイスやわうまくいきましたねお二人の初回の収録実践どうだった僕は緊張しましたよめちゃくちゃいやもう緊張しますよもちろん
緊張してなどこ、まあ、まあ覚えてますけどもちろん最初の最初の最初はやっぱりお願いしてやらせてくださいっていうことをまあまあ営業の方がお願いしてくれてでせっかくやらせてもらえるってなったら、はい、やっぱなんかせなあかんっていうのでまあやっぱ頑張りましたね。下ネタは言わんようにしようってそうです、うん、それぐらいですかね俺が気づけてたのは結構僕1回目見たんですけど、はいはい、結構下ネタ挟んでませんでした。挟んでましたっけ。挟んでましたまあでも頑張ってましたがむしゃらに頑張ってましたね、はい、なんでがむしゃらに頑張ってほしいですね。まあわかんないですけど吉木さん最初これ俺なんかスーツ着てたな確かにスーツ着てましたね今回スロパチステーションの動画に出演させてもらうことになりました吉木と申します。ピシッとしましたね。ピシッとしてなんかもうキャラも定着してへんなんかよくわからん。まあ前職があったからね俺は。そうそうそう、ね、まあ、いろいろキャラ抜けきれへん部分とかもあったけど今ちょっと徐々に破りつつって感じ。そうですね、まあ、なんか素出すのが一番いいと思うけど、まあ、素が多分一番おもろい素で、はい、臨みます。そうですね最初なんかあれないですか打ちたい機種みたいな。いや考えてるんですよね、はい、やっぱでも信頼機の部分をやっぱりいいところを見せたい。いや信頼機でもやれるぞってとこやっぱり見せたいなっていうのがあるので。めっちゃおすすめの機種あるんですけど、はい、ロボットガールズ Z って言うんですけどおもろいですよ。ロボットガールズ Z 知ってます？知らないですね。あスロットなんですけどバルテックさんが出してる。へぇ、フルボッコラッシュっていう聞くだけで楽しそうですね。いや面白い面白い面白い。でもバラエティ打つのすごい尊敬しますね。それは俺も好きなんで。王道行かないっていうのが王道行かないじゃない、行けないんですよ。あそう抽選が悪いんで行けないんですよ。そう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 抽選一桁マジで引かないんで年一っすね引くのは僕もしかしてもオーディションの番号が一番良かったかもしれない。何番ですか？一番です。えどういうこと？僕オーディションで抽選が一番だったんですよ。あ、そうだ動画もそうやな、確かにあれで、なんか申し訳なさそうに北斗武蔵確かに確かに確かに、それ他のエンジャーも考えて北斗武蔵いたらもう、っていうよりかは、そうそう、打ちたい打ちたいだけ、打ちたいだけ僕も打ちたいもんで来たいなーって。そうですよね。いやでも、自分が一番思うやつをやるのがやっぱいいっすよね。見せたいもの見せたいし、と思いまして。なんかよく、ガムテープにあ、そうですね、昔そうですよね。背中書いてもらってカツを入れてもらってたんですよね、いろんな人に、お客さんだったりとか一緒に来てくれたカメラマンだったりとか、いろんな人にカツを書いてもらってたんですよ。書きますか？じゃあ、何？これから仲間になるということで新演者の T シャツにメッセージ書いてあげてください。いや、書いてくれるんですか？ありがとうございます、嬉しい。人気汚いのバレるやんT シャツにかくの結構むずいですけどね。じゃあ書きましょうか。ありがとうございます。え、何書いてほしいとかあります？え、どうしよう、どうしようかな。いや、いろいろ書いてほしいことあるんですけど、はい、まあ、勝てる、勝ってほしい。そうですね、うん、勝てそうなやつ、勝てそうなやつ。え、どうしよう。ですかね、やっぱ買ってもらいたいっていうのがあるんで気になりますね。いやいや、でもしっかり俺はこれが一番好きでしたねこれをやっぱ常に僕は思って頑張って仕事してたんで、まあまずすごい気になるじゃん。いやでもいいことですよ。ありがとうございます。お願いします。別にちょっと思うさとかいや普通に応援の確かにどこに書くかめっちゃ難しいですよね。俺はほんま全然つまんないけど、ああ俺はちょっとほんま、いやほんまにでもそれそういう、え、俺もじゃあ何やかに書こうかな。え、言って言っちゃってるやん。なるっていう字を、あ、うん、なるって感じならいいよな。これいいな、いいっすよね。いいっすよね、この感じ。上がりそうに入っていこうかな一応。あー、いいっすね。僕はびっくりの代わりにあーつけてきました。どこに？あ、お前、はい、バーナルなるんで脂肪でかい。そういうつもりで、そういうつもりで、びっくりマークの代わりに最初にあーつけただけ。結構分かった、分かったんじゃない。下克上ですかね。あ、下克上、うん、これはほんまに。じゃあ、じゃあこれとりあえず当ててください。成り上がりではないんですもんね。まあでも、それぐらい惜しいですね、成り上がり。結構成り上がりじゃない。当てるかな。いや、絶対当たらん。10 9
6、7、6、勝ち上がり。あーでもいいですね。めっちゃ惜しい。めっちゃ惜しい。そんな当たる。正解言っていいですか。はい、まあまあ家帰ってみてください。いやいやそれこれですこれです。いやまあでも大事ですよ、そういう気持ちも。いやでもこれはまあ確かにいいことが来ましたよね。いや T シャツありがとうございます。いやいやもうそれはまあちょっとふざけちゃったんですけど、ぶっちゃけ何書いたかまああれなんですけど、まあ、ちょっとふざけちゃったんですけど、でもやっぱもうこっからは俺は仲間やから、はい、こっからは一緒に頑張っていきましょう。お願いします。あ、逆だった。逆だった。ありがとうございます。頑張りましょう。とりあえずやるみたいなんで、はい、そうですね。フォローしてあげてください。ぜひともフォローしてあげてください。お願いします。いろいろ有益な情報がね、それは、動画の概要欄ににもやってくれてると。あ、よかった。お願いします。頑張りましょう。頑張って。頑張ってください。成り上がりましょう。俺もやっぱ頑張り続けますし、みんなもやっぱ、はい、もうみんなで頑張りましょう。追いつけられます。頑張ります。はい、で、次回、次多分一緒に行くと思うんですよ。その時、出玉対決。早速ですね。するみたいな。いやもう。いや、いいですね。絶対負けるもん、今。もう。いや負けてるんですよ。もうすごいのよ。もうすごいのよ、本当に。早速じゃあ、ちょっと見せ場僕の方に。いや、そうっすよ、そうっすよ。そっちで頑張ってくれるから、まあ俺ええやっていうぐらいで。優しい。もうそう、もう頑張っていきましょう。じゃあ。お願いします。いやもう。俺もそのうちあんの。あ、あります。お。じゃあいずれまたやるんですね。よしきさん めっちゃギラギラしますよ。いやもう勝負大好き。楽しみーっつ勝負大好きやから。いや勝負師の目ですよね。いや勝負師の 目なんかでも勝負師の目やけど、なんか今日一番吸ったっぽい目寄れなくなった。まあ、はい、やっぱこれから二人に追いつけるように成り上がりますので、応援よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。頑張っていきましょう。はい、お願いします。本当に頑張りましょう。嫌なことがあってもバットとか押されても跳ねのけて頑張りましょう。押してくるやつおるから。頑張りましょう。メンタル